ルも大丈夫ですか。はい、お願いします。皆さんこんばんは。先ほどスピーチをするようにって言われて今考えたのであまりまとまってないんですが、日頃から思ってたことを言わ、喋ります。マイク一個ちょうだい。すいません、もういつも総係の外旋に参加した時とかもいつもこんな感じなんですけど。私個人ですけれども、今まで少しでも世の中を良くしようと、自然派のお医者様のお話し会を企画して、遺伝子組み換えの怖さ、TPP の怖さを伝えていました。で、少しでも遺伝子組み換え食品を不買運動していくつもりでした。でも、ここで TPP が通ってしまえばモンさんとの思うツボです。遺伝子組み換えを避けることもできなくなってしまいます。今日本人は悲しいことに世界で一番遺伝子組み換えを続けています。で、前から思ってたんですけども、安保に関しても TPP に関しても今日本には実感のない人が多すぎます。それは一般の市民もそうだと思いますし、議員さんの中でもそういう方はたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。でもここで遺伝子組み換えの食品を通してしまうと、このような遺伝子組み換えの食品、嘘の食べ物を食べているから、こんな簡単な政府の嘘も見抜けなくなっているんじゃないでしょうか。どうだ、あの安倍総理の喋ってることを総理大臣だから大丈夫だって思ってる人ってまだいっぱいいると思うんです。もうここで本当にいろんな食べ物の嘘、いろんな嘘、もうみんなで暴いて、もういろんな人に草の根で伝えて、議員さんたちにも未来の子どもたちのためにちゃんと日本の将来のことを考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、TPP を批准させない、ママの会コールを叫ばせていただきます。おお、 TPP はいらない。子供を守る、移住をさせない、移住をさせない、業
ママの会の皆さんありがとうございました。そして